腹痛は心の悲鳴、メンタライゼーションが鍵を握る、ストレスを感じるとお腹が痛くなることを多くの方が経験しています。最新の研究では腸と心の関係がますます明らかになってきており、その鍵を握るのがメンタライゼーションという能力です。心の声を聞く力、メンタライゼーション。メンタライゼーションとは、自分や他人の心の状態、つまり感情や考え、意図などを理解する能力のことです。良好な人間関係やストレスへの対処に欠かせないこの能力が、腸の健康とも密接に関係していることが、最近の研究で明らかになってきました。メンタライゼーション能力の低下は、身体感覚や感情を過剰に解釈したり、ネガティブな感情に振り回されたりしやすくなります。その結果、腸の状況を過敏に感じ取り、必要以上に不安になったり、ストレスを感じたりする可能性があります。腸の病気との意外な関係。過敏性腸症候群や炎症性腸疾患は、どちらも腹痛や下痢、便秘などを引き起こす腸の病気です。過敏性腸症候群は、検査では異常が見つからないのに、腹痛や便秘、下痢などの症状が起こる病気です。一方、炎症性腸疾患は、腸に炎症や潰瘍などの目に見える異常が見られます。しかし、最新の研究では、両方の患者さんに共通して、メンタライゼーション能力の低下が見られることが報告されています。これは、腸の不調が、心の状態に影響を与えるだけでなく、心の状態が、腸の不調を悪化させる可能性を示唆しています。腸管神経系と腸脳軸。腸は脳からの指令を待たずに自分で考えて動くことができる第二の脳です。腸管神経系と呼ばれる独自の神経ネットワークを持ち、筋層管神経層と粘膜下神経層という二つの主要な神経層が消化、吸収、免疫など腸の様々な機能をコントロールしています。そして腸と脳は神経系、内分泌系、免疫系を介して複雑な情報ネットワークを形成しています。ストレスや不安は脳から腸への信号を介して腸の機能に影響を与え、腹痛や下痢、便秘を引き起こすことがあります。メンタルヘルスの隠れた支配者。腸内には数百兆個もの細菌が生息しており、これらの腸内細菌層は私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内細菌層のバランスが崩れるとメンタルヘルスにも悪影響を及ぼし、メンタライゼーション能力の低下にもつながることが示唆されています。これらのことから、食習慣や運動習慣による腸活がメンタライゼーションを高め、腹痛を予防する一つの方法であると言えますが、まだまだできることを紹介します。自分の感情や思考の言語化。日記をつけたり、信頼できる人に話したりすることで、自分の内面を客観的に見つめ、感情や思考を整理することができます。これは自己理解を深め、メンタライゼーション能力を高める第一歩となります。読書や映画鑑賞。小説や映画の登場人物の心情や行動の背景を考えることで、他者の視点に立ち、彼らの感情や考えを理解する練習になり、共感力が育まれます。マインドフルネス。瞑想を通じて自分の思考や感情を客観的に観察し、それらに振り回されずに受け入れる練習をすることができます。これは感情の調節能力を高め、ストレスへの対処能力を向上させるのに役立ちます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。